残すところ。はい、こんにちは。今回は名王者たちがボロボロになって挑んだ最後の試合を紹介いたします。今日まで3年間待ちに待った世界挑戦のチャンス。アマチュア時代にオリンピックに出場した経験を持つ平中明信選手は、2度目の世界挑戦で世界王者エドウィン・ロファリを怒涛の攻撃を敢行し、わずか92秒でノックアウトし、 WBA 世界スーパーライト級王座に戴冠しました。ルファリオを KO した5ヶ月後、初防衛の相手にモーリス・イーストを迎えました。平中選手は20勝 18KO1 敗の戦績が示すように、強打のハードパンチャーで力強いパンチでほとんどの対戦相手を投げ倒してきました。しかし初防衛戦前の練習でオーバーワークになり、腎臓機能が低下した結果、試合の2日前に血尿が出るほどコンディションが悪く、中盤から失速していきました。それでもポイントでは勝っていたのですが、11ラウンドに挑戦者イーストの左ストレートをカウンターでまともにもらってダウンを喫し、立ち上がったのですが、レフリーが戦いを終焉させました。試合を止めた。そして試合後の検査で、平中選手は少量ながら脳内出血が確認され、グローブを壁に吊るしたのでした。18戦全勝 16KO で元日本王者の鬼塚克也選手と、元 OPBF 東洋太平洋フライ級王者のタロムサク・シフボーベイが1992年4月にクイの WBA 世界スーパーフライ級王座を争いました。試合は序盤から鬼塚選手が後手に回って被弾するシーンが多かったのですが、終盤盛り返し、判定で鬼塚選手が勝利しました。1992年9月、鬼塚選手は6度目の防衛戦で WBA 世界スーパーフライ級1位のイ・ヒョンチョルを迎えました。鬼塚選手は日本王者の時に網膜剥離を患い、そのため距離感を失い、元来のアウトボクシングができなくなり、接近戦を中心とした戦い方にシフトし、王座に戴冠した試合もそうでしたが、5度の防衛戦のほとんどが際どい判定でなんとか防衛しておりました。一方、トップコンテンダーのイ・ヒョンチョルは5ヶ月前に鬼塚選手に挑戦する予定でしたが、父の病気のためキャンセルし、その後父の回復とともに満を持してこの試合に挑み、5ラウンドから力強い強打を振るい、鬼塚選手が必死に耐える展開になりました。迎えた第9ラウンド、トップコンテンダーイーヒョンチョルは猛打を敢行し、王者鬼塚選手はロープに詰まって防戦一方となりますが、王者はこの試合が最後の試合と決めていたようで、誇り高い王者は断固としてダウンを拒否しました。
しかし多くの観客が悲鳴を上げる中、レフリーが危険を察知し、鬼塚選手を救い出しました。耐えたが、耐えたが最後レフェリーストップ。敗北の翌日、鬼塚選手は眼室を隠して試合をしていたことと引退を発表し、帝京大学病院に入院したのでした。沖縄の興南高校卒業後、プロデビューした具志堅選手はデビューして2年4ヶ月で世界挑戦いたします。世界王者のファン・グスマンはリトル・ファーマンと呼ばれ、21勝15 KO 1敗うち初回 KO 勝ちが11度という強打の王者です。具志堅選手は序盤から軽快に動き回り、一発を狙う王者を回転の速い連打で圧倒し、ダウンを奪っていきます。冠鷲と呼ばれた具志堅選手はその異名通り、相手がひるむと一気にラッシュをかけ、猛烈なパンチを振るい続けるのです。強打のグスマンから奪った世界王座を具志堅選手は13度防衛いたしました。この防衛回数は未だに破られていない日本ボクシング界の記録でございます。具志堅選手が14度目の防衛戦に迎えた相手はタフなメキシカン、ペドロ・フローレスでした。フローレスは前回13度目の防衛戦の相手で、具志堅選手が判定勝ちといたしましたが、12ラウンドにはロープに詰められて連打を浴び、大苦戦の勝利でしたが、今回の防衛戦は初回から連打を繰り出し、フローレスを圧倒いたします。しかし前回の試合で王者を追い詰めたフローレスはスタミナが旺盛なボクサーで、今回も中盤から猛反撃を敢行し、8ラウンドに凄まじい連打で王者からダウンを奪います。ダウンを奪ったフローレスはその後も猛攻を見せ、12ラウンドにもエンドリスの連打で具志堅選手からまたもやダウンを奪います。具志堅選手はなんとか立ち上がりますが、セコンドがタオルを投入し、具志堅選手の防衛記録に終止符が打たれました。15試合連続 KO 勝ちの記録保持者である濱田選手は非常にストイックなボクサーで、現役時代はボクシングの試合以外はテレビを見ることなく過ごしました。連続 KO 勝利中、左拳を4度骨折し、2年間ブランクを作ったりもしましたが、不屈の精神力で乗り越え、連続 KO 勝利を積み重ねていきました。ブランク中は右のパンチだけを徹底的に鍛え、ジムだけでなくアルバイト先の工場の鉄骨を素手で叩いたりもしたそうです。
ついに世界挑戦の日が来ましたが、世界王者は37勝35 KO 2敗と高い KO 率を誇り、苦戦が予想されました。浜田陣営の作戦は、最初の3ラウンドで全てのスタミナを使い切ることで、開始と同時に浜田選手は世界王者に襲いかかり、怒涛のラッシュを仕掛けたのです。接近していても浜田選手のパンチは強烈で、この日は渾身の力を込めて左拳をヒットさせました。浜田選手はアルレドンドを初回 KO で破った1年後、2度目の防衛戦で再びアルレドンドと戦いました。浜田選手は度重なる左拳の骨折と右膝半月板損傷のため、体はボロボロで、毎試合最後になるかもと背水の陣で試合に臨んでいました。対する前王者アルレドンドは、1年前に KO 負けを喫したことから準備万全に仕上げ、この試合では10センチ近いリーチ差を生かし、距離を取って鋭いパンチを打ち込みました。迎えた第6ラウンド、満身創痍の浜田選手に前王者襲いかかり、左アッパーの8連打を叩き込み、レフリーのコルテスが浜田選手の輝かしいキャリアに終止符を打ちました。コルテスレフリーが試合を止めました。浜田敗れました。